スタートしました。外からダンストンブルームコースタートを切りました。チャコットが出てまいりました。チャコット、マツリダポールも先行しています。内からオールギャランテ、マツリダサブローと出てまいりまして、先団グループを追走しています。外からマツリダポール、外からマツリダポール、オールギャランテがリード。オールギャランテ先頭であります。3番手にコレクションボス、コレクションボスが3番手、外を回りまして11番のアンダーワクフチが上がっていきまして、先団グループを追走、内を回りまして2番のマツリダサブローで1コーナー左にカーブしていきます。オールギャランテが先頭で1馬身とリードを取りました。7番のマツリダポールが単独2番手を追走、あと2馬身を兼ねまして3番で、4番のコレクションボス、内2番、マツリダサブローと3番手争いは並んでいます。2コーナーから向こう正面直線コース、アンダーワクフチ前から5番手、チャコットが6番手を追走、その内を回りまして3番、日中スイング6番手争い並んでいます。あと下がりましてダンストンブルーム、その後方外を回りましてベルのネガサを詰めて高野プライマリー、内からスルスルとスパートしていきました。8番のハートフルサニーが続いていますが、10馬身ぐらいの圏内であります。1段で3コーナーカーブして残り600を切りました。前の争いからそれからスパート、マツリダポールがスパートして先頭に立った。マツリダポールが先頭、オールギャランテ粘っています。オールギャランテ2番手争いでありますが、コレクションボスが接近、コレクションボスが接近、残り400を切りました。追い込み勢内を回りまして松井田ソロ、さらには5番のチャコット、4番手争い並んできました。探した4コーナーカーブ直線であります。内から先頭かわしまして、オールギャランテが先頭か、オールギャランテ中をついて松井田ポールが追い込んでくる。松井田ポール、外からコレクションボスが追い込んでくる。コレクションボス、内から2番の松井田ソロ、内から2番の松井田ソロ、先頭変わるか、先頭変わるか、コレクションボス、コレクションボス、コレクションボスか、先頭合理、オールギャランテー並んでいます。コレクションボス、オールギャランテーと並んでいます。